こんにちは。DST、DST、Daylight Saving Time っていう、Daylight Saving Time っていう、まあ通称サマータイムとかいう習慣を取り入れてる国が世界にはいろいろあって、アメリカだったり、で、カナダもそうで、で、Daylight Saving Time っていう、まあ通称サマータイムっていうのは、夏になったら、2013年の今年は、確か少なくともカナダでは3月10日から時間を1時間、なんだ、早ませるのね。だから例えば朝の9時だったら10時になるんだよね。そのサマータイムの期間になった時からね。で、今日11月3日がサマータイムが終わる日だったの。だから例えば今まで朝の10時だったのが朝の9時になるのね。で、今日朝起きたら、まあ iPod Touch でこう時計を見たら、それはまあ勝手に自動的に合ってるんだけど、こっちの時計を見たら、自分で設定時間とか設定する時計を見たら、8時45分ぐらいだったんだけど、本当の時間が。でも、見たら9時45分ぐらいだったのね。で、今日仕事が朝からあって、10時半からなんだけど、やべえじゃんと思ったのね。で、こっちは、iPod Touch が、と時間違かったから、はぁと思って、超焦ったの。間に合わないかもしんないと思って、仕事に。そしたら、そういえば11月と何日かから、そのサマータイムが終わるんだなってことを話してたのを思い出して、それで、あ、なんだよかったと思って。だから、めっちゃ焦ったっていう話。サマータイムってね、これね、そういう1時間遅らせるんだよ、今日から。で、今まではトロントと東京、まあ日本の時間が13時間下がったの。トロントの方が13時間遅かったのね。だから例えば今日が11月3日の朝の9時だったら、日本は、夜の10時だったの。でも今はもう11月1時間遅らせたから14時間日本とトロントの差ができて、だから今朝の9時15分くらいなんですけど、だから東京は今、11月3日の夜の11時15分くらいってことなんですね。はい、だからこのめっちゃ焦りました。もうたまにこのサマータイムを導入してる国ではたまにこういう問題が起こるらしく、そのサマータイムが始まるときと終わるときに時間の差ができちゃうから遅刻しちゃったりとか、まあ早く行っちゃったりとか、そういう、だからもうびっくりした。もうこんな経験は今までなかったので、東京ではサマータイム、日本ではサマータイム取り入れてないと思うのでね、まあ iPod、 僕のやつは勝手に時間が合ってくれたのでよかったんですけど、目覚ましかけてて、はい、そんなことがありました。で、ゆっくりね、朝ちょっと今日目覚めて朝早いからと思って、いろんなエナジードリンクでも買って、ゆっくり外で朝のね景色でも眺めながら歩って飲んでたけど、そんなことしようと思ってたのに、時間、マジかよ、遅れちゃうかもと思ったら、焦りました。それだけの話です。では、でね、そう、めっちゃ寒い、今日、11月3日も朝ね、この学校で行ったんだけど、来て、で、まあ、この人はちょっと半袖なんだけど、寒いって凍えながらいたんだけど、全然ね、周り歩いてる人はね、そんな寒そうな、雰囲気じゃなかったです。全然平気そうな感じでした。では、そんな感じ。サマータイム、焦りますね。焦ることがありますねっていう話です。光栄でした。では、Have a good day. Have a nice day. じゃあ、バイバイ。またね。